この動画を見る前に、カップラーメンにお湯を入れてから離れてみてね。はい、本日11月3日から Xbox ゲームパスでマインクラフトがプレイできるようになりました。マインクラフトライブ2021で紹介していたものがついに登場します。こちらの Xbox ゲームパスとは、毎月お金を支払うことで100以上あるゲームタイトルを遊ぶことができます。 PC ゲームのみやコンソールのみの場合は毎月850円で、両方合わさってさらに割引とセール情報などさらなる特典が加わったアルティメット版は毎月1100円となります。さらに Xbox ゲームスタジオやベセスタソフトワークスの新作ゲームは、なんと発売初日にプレイが可能となるというゲームをたくさん遊び放題のゲームパスです。今日からマイクラも参加することとなり、まだマイクラを持っていない方は会員になってみてはいかがでしょうか。マイクラの他にもバンジョーとカズーイやバトルフィールド、デッドバイデイライト、ドラゴンクエスト、ファイナルファンタジーなど様々な有名タイトルを月額で遊ぶことができます。そしてマイクラですが、統合版ジャバ版両方プレイが可能です。どちらも遊べるようになるのは嬉しいですね。はい、ということで Xbox ゲームパスに加入することで PC 版の統合版マイクラとジャバ版マイクラ両方が遊べるようになりました。マイクラライブ2021で発表した内容がすぐに来ましたね。マイクラの他にもいろんなゲームが遊び放題なので、マイクラ以外のゲームも遊びまくりましょう。そしてアルティメットは加入して1ヶ月は100円で、 PC ゲームのみの場合は3ヶ月100円でプレイ可能です。1月だけ100円でプレイしてみて、マイクラだけやりたいな、ちょっと違うなと思ったら退会して、普通にマイクラだけを購入してもいいですね。マイクラを100円で体験できるって思ってやってもいいですね。まだ遊びたいなーって方はそのまま加入しましょう。ただしこちらは18歳未満の方は利用ができないようです。いろんなゲームもあるので、18歳以上のゲームも含まれているからだと思います。ここは残念ですが、18歳になってから利用してみましょう。そしてマイクラだけではなく、あのマイクラダンジョンズもあります。Xbox ゲームパスでマイクラをプレイしつつ別のゲームができ、毎月1100円や850円で遊び放題なので、結構お得ではないでしょうか。それでは、良い一日を。